はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日はアメリカ崩壊、北斗の剣の世界をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、アメリカの崩壊が激しいですね。もう始まってますね、これはね。で、もう北斗の剣の世界に近づいている。いや、もうそのものの州もあります。街もあります。都市もあります。危険です。で、この画像を見てください。 これ地図にまあ赤点が振ってるじゃないですか。まあ、赤点でなんかもう見えないんですけど、いやー、これが直近1年間でこの都市に起きた犯罪のまあ数なんですよ。数えきれないですよ、1年間で。これあの、ちょっと万引きしたとかそんなの入ってないですよ。これ軽犯罪で起訴されないのは入ってない。起訴されてるやつ。これあの、 ペンシルバニア州のフィアデルフィアという都市の、まあ、犯罪マップなんですよ。すごくないですかこれ、フィアデルフィアっていうのはね、あのペンシルバニア州はニューヨークの、まあ、左側ですね。左真横のちょっと下。で、ペンシルバニアのまた左西側の下にワシントン DC があるんですよ。 あのね、治安は悪くはないですよ。悪くないんだけど、いや、ここ急速にこの1年、2年で悪くなってきたということですね。うん、あの、ニューヨーク、マンハッタンとかサンフォランシスコはこの赤点がもっとありますよ。ものすごい。あの、ま、全部真っ赤で見えないからあの出してない、あの、上げてないです。あの、サンフォランシスコ全部赤いんで、あの、全部赤いとわかんないじゃないですか。何がどうなってるか、ただ赤く塗ってあるみたいで。 で、これフィラデルフィアが、まあ、ちょっと多めに見える形で点が振ってあるんですよね。まあ、でも、これは数えきれないですよ。もう何百万件も起きてるので、わかんないですよね、数がね。で、あのー、じゃあどういう事件が、あの、えっ、ー、と、最低の、あの、最低って言ったら変ですけど、起訴されるかされないかのギリギリのライン、どんなのがあるか。えっ、ー、と、先日、私の知り合いの、 えー、家の近くのレストランがやられたんですけど、カリフォルニアです。あのね、いいレストランで、ちょっとまあ、あの、中よりは上。ディナー一人食べるのに、日本円で2万円ぐらい、最低で。だから、二人でカップルで行くと4万円以上。まあまあ、いいですね。で、あのー、そのレストランは、まあ、表の通り、ちょっと大きい通りに面していて、 で、ガラス張りで、もう中は、まあ、見えないようにプライベートを保っているんだけど、人がいるかどうかは分かる程度は見れるんですよ。中もね。で、あの、人がいっぱいいれば、まあ、人を呼び込むんじゃないけれども、あ,あの、レストランなんか雰囲気良さそうだし、あそこに行ってみようよっていうお客さんが増えるように、まあ、宣伝も兼ねてそういうふうにしてあるんですね。そこにね、あの、つい最近の話です三日くらい前の話で、あの、覆面した、 まあ、強盗さん、後藤さんではないんですよ。後藤さんではなく、まあ、車がブワーッと目の前に止まって、ダダダダダンってやって、あの、ガラスを割ったんですよ。で、全部割って、まあ、過ぎ去っていった。まあ、何のトラブルかちょっとわかんない。原因はわかんないんですけど、そういう事件がありました。もちろん警察が来て、まあ、事情をね、聴取して。だけど、あの、被害者いないんですよ。 怪我人はゼロで。そうなるとね、あの警察はほぼ何もしないですで。それぐらいの事件は日常茶飯事で、もうカルフォルニアではもう当たり前のように起きてる事件なので、何にも捜査も何にもやらないです、これは。怪我人いないから。で、まあ、ガラスが割れた被害はあるけど、まあ、そんなもん保険入ってるんでしょとか、自分で直すよって言って、まあ、終わり。 まあこれで、じゃあ、俺たちは帰るからって言って。警察は何もしてくれない。まあ、もちろん保証があるわけじゃないですね。警官関係ないので。で警察は、まあ、あんまり関わりたくないし、あんまり仕事を増やしたくないので、もうそれで終わり。で店側は、まい、あ、ったな、心当たりは何かなとか話してるけど、わからない。もしかしたらお断りした、あのちゃんとした格好してないと入れてくれないので、 まあ、断った人は腹いせでやったのか、誰か何だ、まあ、何の恨みがあってね、こうされたのか、何らかの恨みがあるわけですよね。わからないんですよ。うん。でも、これだと、あの、例えば銀座でね、日本の銀座で、東京の銀座で、同じような事件が起きたら、これは大ニュースじゃないですか。もう、もちろん、あの、検問とか設置して、一台ずつチェックして、で、犯人の車を洗,洗い直して、特定して、 刑事があちこっち行って、ね、人に被害がなくても大事件なので、とにかく大捜査網を展開するはずなんですよ。日本では。でもアメリカのカリフォルニアでは何もしないんですよ。その程度では。それぐらいもっとすごい危ない事件が多発してるんですよ。だから、この画像の地図のように、ペンシルバニア州のフィラデルフィア、 こんなに真っ赤なんですよ。これよりもカルフォルニアの方がもっと真っ赤ですよ。びっくりするぐらい。マンハッタンも真っ赤。これって大丈夫もう、これを、もうこの話を聞いてアメリカに留学、またはアメリカで、いや、一旗あげるんだ、アメリカのドリームなんだよって言ってアメリカに行きたいっていう人。いや、いるの いやもうそんな時代じゃない。その情報はもう10年以上前の情報だよね。アメリカで成功して一旗あげようっていうのはね。いや、限られたところで行動して、そこからテリトリーを出なければ、同じ生活を、サイクルを同じように繰り返していれば、まだ安全かもしれないですね。 あの例えばあの大谷さんね、大谷投手、すごいですね、活躍がね、大谷投手、あのまあ、バッターでもあるわけですけども、ものすごい才能を発揮して、まあ、素晴らしい選手じゃないですかで、彼みたいに野球に専念して、野球のテリトリーからあまり出ずに、まあ、とりあえず野球中心の、まあ、サイクルで毎日回っていて、まあ、オフの時はトレーニングとかね、まあ、日本に戻ってくるとか、まあ、いろいろあるわけですよ。 で、そういう成果としていれば、まあ、あの、何かトラブルに巻き込まれる可能性っていうのはとても低いわけですよね。ところが、普通の人ってそうじゃないじゃないですか。あの、やっぱり街中に出たり、あちこち行ったり、車に乗ったり。これはね、いや、大谷さんももちろん車に乗るんですよ。自分で多分運転してどっか行ったりするんでしょうけども、あの、やっぱりそんな危ないところに自分からは行かないじゃないですか。 で、今は、もうカルフォルニアとかも、もう普通に車運転してるだけでも危ないんですよ。赤信号で誰か隣に乗ってきちゃうしね。あの、ドア開いてたら乗ってきちゃいますよ大概。で、なんか危ないもの突きつけて、お金出せとか言って。まあ出さないでこっちがビビってれば、まあなんか危ない被害に遭うでしょうから、まあお金出すしかないですけど。まあね、あの、なんかビデオを見まして、なんか元軍人参加なんかがね、あの、運転手やっていて、やっぱり乗ってきて、 危ないもの突きつけられて、で、その軍人さん一歩もひるまずに、ふざけるなよとか言って、金なんかねえよって言って、なんか追い出させたビデオを見たんですけど、まあ、軍人さんでね、そは戦ってきたわけですから、根性は違いますよね。私なんかやっぱそこまでは言ってないですから、そんな戦いに慣れてないですけど、そんな戦場とか言ってないんでね、やっぱりね、なんか変なもん出されて、なんか突きつけられたら、 いやちょっとやっぱビビりますね、それはね。それでも平気ってことはないですよ、それは。やっぱり、え、ちょっと待てよってなるじゃないですか。で、まあ、日本円で1万円ぐらい持ってて、それを出せば済むんだったらもう出しちゃいますね。だって、やっぱりなんか命の方が大事だし、そんなことで傷つきたくないじゃないですか。だって、もみ合いになって馬鹿、ま、にも違ったら、ドーンってなっちゃうかもしれないじゃないですか。相手はそのつもりなくてもね。だからそれって、ちょっとあんまり、あの、 そこまで踏み込むことできないですね。まあでもその軍人さん、元軍人さんは、やっぱりそういうのに慣れていて、まああの、あしらって追い出したんですけど、まあそれすごいなと思って見てましたけど、そんなにね、肝が据わってて経験があれば、そういう戦闘経験がね、それすごい重ねてあれば、また話も別なんでしょうけども、普通の人はやっぱりびっくりしちゃいますよ、それは。でも、それがいっぱい、あの赤信号で止まってて、もしロックしてなかったら来ちゃう。 ロックしてても割って入ってきちゃうし、いや、すごいですよ。あの、人が乗ってるんですよ。なのに割って入ってきちゃうんですよ。ロック解除して乗ってきちゃう。で、あの、お金くださーいとか言って。本当に。だから、あの、怖いですよ。まあ、それでね、あの、揉み合ってね、あの、なんか傷つけられても、まあ、あんまりいいことじゃないじゃないですか、そんなのね。だからそういう、 場所になってきちゃってるんですね。だから北斗の県の世界に近づいていますし、もう一部地域はそうなっています。で、その中に自分からこの日本のね、まあある程度日本今平和ですよ。どう見ても平和。イギリスよりも平和だし、アメリカの何百枚も平和ですよ。だって車赤信号で止まっても、いきなりなんか誰か割って入ってこないでしょう。<laughs> ほとんどないですよね。まあ。 あるかもしれないけど、珍しい宝くじに当たるぐらいの確率じゃないですか、それ。うん、一等にね。だから、日本は治安は今のところはまだいいです。これでもいいのこれでもいい方ですよ。かなりいい。うーん、アメリカはもう、だから行くとこじゃないし、住むとこじゃないですよね。それでもね、アメリカに住んで、今頑張って生活して、あの、家族でいる人いますけど、 何がいいんでしょうね。何がいいんだかよくわかんないですけど、アメリカンドリームなんか手に入れられないでしょ、絶対に。無理ですよね。だってもうこうやって治安が悪くなってるんですから、アメリカンドリームどこじゃないですよね。これはね、旅行に行くぐらいだったらまあいいですけど、旅行に行ってもまあそういうトラブルに巻き込まれる可能性は以前より10年、20年前よりも格段に今高まっているし、高いです。 うん、怖いですよ、これは。うん。だからね、あんまりね、ちょっとお勧すすめできないですよ。あの、もっとあの、海外に行くんだったら、もっとちゃんと平和でね、あの治安のいいところに行かれた方がいいかもしれないですね。で特にあの、女性の一人旅でね、私アメリカに一人で行くんだ、もう危ないですよ。いや、もって冗談じゃなくて、危ないと思いますよ。うん。女性の一人旅は、まあ、世界各国、 危ないですね。本当にね。今おすすめでここ行ったら大丈夫ですよっていうとこ、あんまりないでしょ今ね。まあ、日本国内だったら平気ですけど、日本国内でもね、だんだん危なくなってますから、あんまりね、一人でっておすすめできないですけれども、うん、だけど、まあ、アメリカは特にもう非常にね、危険極まりない治安になっているということですね。 まあだから、あのー、まあ、これ、年齢的にね、自分のお子さんが、いや、今度なんかアメリカに留学したいって言ってるんだよ、娘が。いや、それで、その、言ってるんだよとか言って、検討しようとしてるところがちょっともう危ないですよ。あの絶対もう100%ダメって言わないといけないですね。いいことは本当、何もないです。向こうの大学行って、まあ、学ぶこともありますけど、マイナスを学ぶことの方が多分多い。で、あ,のあんまりよくない学びになってしまうので、 全くお勧めできないですね。これ10年、20年、30年前だったら違いますよ、これは。だけど、今はもう危ないとしか言いようがないってことですね。まあ、そんなことを考えながら、まあ、日本のね、平和、しみじみと、あ平和なんだなと思って、まあ、ありがたいなと思いながら、それでも日本でも、これでも治安が昔よりは悪くなっているので、まあ、気をつけながらね、あのちゃんと防衛しながら行かないといけないっていうことですね。 アメリカ行ったらもっと防衛毒じゃないですよ。どうしていいか分かんないぐらいすごいですから、今ね。まあ、もっとすごくなりますよ。もっと、あの、どん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 経済的に今悪化してるので、もっと悪くなります。うん、もっともっとひどくなるね。だから、それを考えて、まあちょっと全世界のね、いろんなところ、ね、今インターネットあるから情報調べるの簡単じゃないですか。だからちゃんとあの、情報を手に入れて、どこに行くか、旅行行くんだったらどこ行くかとか考えないとい、まあ、けないということですね。まあ、皆さん気をつけて。 日々の防衛、を怠ってはいけないということです。自分の身は自分で守る。もうこれ鉄則なので、生き残るためのね、頑張りましょう。応援してますんでね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。